今回は子育て支援型共同住宅推進事業について解説します。はい、今回、国土交通省のホームページに、掲載されています、子育て支援型共同住宅推進事業について、解説したいと思います。事業の、背景や目的なんですけど、子どもを産んでですね、育てやすい社会の実現が課題となっている中ですね、今回共同住宅、分譲マンションおよび賃貸住宅を対象にですね、事故や防犯対策の子どもの安全安心に資する住宅のですね、新築改修の取り組みであったり、子育て期のですね、親同士の交流の創出に資する居住者間のつながりや交流を生み出す取り組みを支援するということで、子育て環境のですね、整備を進めるということが目的になっています。概要の方はですね、賃貸住宅であれば、新築と改修が対象になります。で、分譲マンションであれば、改修のみが対象となります。で、今回2つのこの取り組みについてですね、補助対象としています。で、1つ目がですね、子どもの安全確保に資する、設備の設置ですね。で、こちらの方が新築であると、全体の10分の1で、改修であれば全体の3分の1で、上限がですね、1戸当たり100万円となっています。で、2つ目がですね、1に、合わせてですね、居住者等による交流を促す施設で、こちらの方が新築であれば、全体の10分の1で、改修であれば全体の3分の1で、上限が500万となっています。1のですね、子どもの安全確保に資する設備の設置の、具体例としてですね、ありますのが、住宅内での事故防止ですね。まずで、こちらの方が、衝突、転倒、転落による事故で、こちらを防止するということで、具体的にはですね、作り付けの家具のですね、角、出っ張ってるところとかあるんですけども、その辺を面取り加工したりだとか、ドアストッパーとかドアクローザーの設置で、転倒による事故ですね、こちらの方の防止策として、洗面室とか脱衣室の床をですね、クッションの床にしたりだったとか、あとは玄関ですね、人感センサー付きの玄関照明を設置したり、であとはその転落ですね、でこちらの方はバルコニーとか窓からの転落防止ですね、転落防止用の手すりを設置したりとか、でそういったものが必要になってきます。そして指爪、指はさみのですね、防止で、こちらの方はドアとか扉にですね、指爪防止の工事をするということになります。危険な場所への侵入や閉じ込みの防止です。で、こちらの方は、お風呂とかですね、お湯が溜まっている状態で、子供が中に入らないようにですね、外から、鍵をつける工事をしたりだとか、あとはそのチャイルドフェンスの設置が必要になってきます。次に、感電や火傷の防止ですね、こちらの方はコンセントのにですね、シャッター付きのコンセントを設置したりだとか、あとはその、調理器ですね、チャイルドロックがついたような調理器の設置が必要になってきます。次に、子どもの見守りですね、子どもの様子を把握しやすい間取りに、するということで、例えば、対面式のキッチンを設置するなどの工事が必要になってきます。不審者の侵入防止ですね、こちらの方は防犯カメラの設置であったりとか、あとはその防犯性の高い、玄関ドアの設置、防犯フィルム、あとはその窓にですね、面格子の設置、が必要になってきます。災害への備えですね、こちらの方は家具のですね、転倒防止のためのですね、下地処理の工事であったりとか、あとはその避難経路の動線ですね、避難の動線の確保をする工事ですね、が必要になってきます。2つ目の具体例ですね、こちらの方が居住者等による交流を促す施設の具体例としてですね、多目的室ですね、キッズルームとか集会室の設置、あとはプレイロット、子どもたちがですね、遊ぶ遊具であったりとか砂場などの設置、
あとは家庭菜園、それと、まあ、交流を促すようなベンチなどの設置が必要になってきます。新築の方はですね、こちらの位置、具体でありました。でこちらの方がまあ全部、項目がですね、必須になってきます。で改修の方は一部必須ということで、まあ、具体的な内容はですね、国土交通省のホームページに、載ってます。でこちらの方概要欄に、貼っておきますので、内容のですね確認をお願いします。次に賃貸住宅ですね。でこちらの方は、まあ、この 2ですね、多目的室とかですねプレイロット、まあ、こちらの設置がですね必須になってきます。今後の予定なんですけども、まだですね現段階では案の、段階です。で詳細についてはですね、まあ、今後公表していきますので、確認しておくようにお願いします。で募集の開始ですね、募集の開始は、まあ、1月中を予定していますということで、まあ、こちらの方もですねホームページで公表するということになっています。で、まあ、今の段階ではまだ案の段階ですので、まあ、こちらの方は令和3年度のですね補正予算の成立が前提になってきます。でそして内容のですね変更の可能性もあるということで、まあ、こちらの方は注意してですね見ておく必要があります。今回子育て支援型共同住宅推進事業について解説しました。少しでもためになったという方はですねチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。